なたは漫画やアニメ、コスプレの愛好家ですか？漫画ショップに通ったり、漫画に関するイベントに行くのが好きですか？もしそうなら、いつも賑やかな漫画ショップの店長ルカのことを絶対に知っておかなくちゃいけません。ルカは従業員のエッティと一緒に全国で一番大きな漫画ショップコンテストに参加することを決意しました。この不可能に近い挑戦に2人の常連客ポッピとグレイジも協力します。ポッピは元気でコスプレ好きな女の子、グレイジはちょっとケチで実践主義者、そして周りに流されないタイプの男の子。しかしこの時彼らはまだ漫画ショップの閉店を密かに企んでいるルカの恐ろしい彼女アニータと、見かけは優しそうで愛らしい不思議少女ミユキが問題の引き金になるとは思ってもいませんでした。さらにグローバルコミックスインダストリーズという最大のライバルショップも出現。このストーリーの全貌を知りたい方はコメディドラマストリップスをぜひご覧ください。お茶カフェとのコラボレーションで2013年秋から猫テレビ45チャンネルで毎日放送。お見逃しなく。